福島県立医大の折内と申します。もう長時間ですのでお疲れの方が多いかとも思いますけれども、もうしばらく、ご辛抱ください。私からは今紹介をいただきましたように、甲状腺の画像診断についてと放射線治療ですね、放射性要素による治療についてお話をさせていただきます。今日のお話の内容ですけれども、画像診断についてはごく簡単にですね、お話をいたします。それから、放射線でがんを治療する中でも、お話がございましたような、あるいは内容療法、あるいは核変薬治療と呼びますけれども、放射性要素による甲状腺がんの治療、そして、アルファ線によるがん治療について最後に少しだけお話をさせてください。診断のために行われます、検査にはいくつかあるわけですけれども、すいません、超音波検査、これは甲状腺検査でも行われてますけれども、その他に CT ですね、これはレントゲンを出して体の中を透過させて検査をするというものです。そして MRI、シンチグラフィー、そしてペットというものがあります。超音波検査といいますのは、コウモリですとかイルカですねが障害物を見分けたり、あるいは餌をですね、どこにあるか見たりするのに使っているのと同じような性質のものですけれども、これを、体の体表面から当てまして、で戻ってくる信号で画像を撮る、そういう方式です。これ甲状腺の中にある結節で腫瘍なんですが、このようにですね、見ることができます。超音波ですので簡単にですね、持ち運びができる装置で、普通の病室でもできますし、外来でも、検査を受けた方もいられるんじゃないかなというふうに思います。で、 CT はですね、それとは違いまして、体の外から X 線を当てるんですね。 X 線を当てて、それで透過してきた X 線の量で、透過してきた体の中の組織がどういうものだったかを画像で示す、そういう原理です。空気が多い肺の方はこういうふうに X 線の吸収が弱いものですから、たくさん透過してきます。で、骨、これは原子量の大きいカルシウムなどがたくさん含まれていますので、X 線をかなりの率遮断するんですね。で、透過率が悪い。で、そういう透過率の悪いところ、いいところを、360度方向から X 線を出して、それを逆投影して計算をして、体の中にあった組織が空気なのか、筋肉なのか、水なのか、あるいは骨なのか、そういうのを画像として映し出す、これがCT であります。で、この画像ではここに骨の転移ですね、それがはっきりと見ることができます。骨の転移については超音波では見ることができない。こういうふうに画像診断には得意なところと不得手なところがありますので、目的によって使い分けをするという必要がございます。一方でこのペットという検査があります。この検査は10年少し前からですね、十数年前から一般化された検査ですので、もうかなりの方がご存知で、実際に受けられたという方もいらっしゃるんじゃないかと思います。この画像はですね、膵臓がんの方なんですけど、小さい、そうですね、1センチぐらいのですね、そういう膵臓がんが、ですから初期の膵臓がんがペットでですね、はっきりと見分けることができます。これですね、CT ですと、この絵なんですけども、あまりはっきりとしないんですね。しかしこのペット CT、ペットと CT を組み合わせた装置、こういうふうな並び方になってるんですけど、患者さんがここに入ります。で、この装置の中にペットの検出器と CT の検出器がこう並んで置いてあるんですね。で、そこで CT の絵とペットの絵を一緒に、一緒というか実際には、
少し時間の差はありますけれども、同じ部位を取ってそれを重ね合わせをして、 CT の絵とペットの絵を重ね合わせると、ペットの強み、がんのところにこの検査薬がたくさん集まってこう光って見えるというのと、まあ、CT の強み、体の形ですとか場所どこかというか、よくわかるのが CT の特徴ですが、このペットの強みと CT の強みを合わせて診断ができるということで、ペット CT が今たくさんのがん診断に使われているわけです。で、その時にですね、まあ、ペット CT というのは、先ほどの CT とは違いまして、ペットと言いますのは CT と違いまして、細胞の働きや性質を見る、まあ、そういう特徴がありますので、がん細胞というのは普通の細胞よりも活動が活発で、具体的に言いますと代謝が活発になるということがあります。代謝と言いますのは、ブドウ糖をたくさん取り込んで増殖をしたり浸潤をしたりするので、ブドウ糖をたくさん取り込むという性質があります。ですからここにペットの検査で FDG って書いてあるんですが、これはペットの検査薬です。どういう薬品かと言いますと、 G がグルコースなんですね。グルコース、ブドウ糖です。ブドウ糖にフッ素18というポジトロンを出す各種なんですが、ペットの画像化ができる各種ですね。それをつけた薬を使いますと、このグルコースの性質があって、がん細胞にたくさん取り込まれるということで、先ほどの膵臓がんのようにがんが光って見えると、要するにこの薬がたくさんそこへ集まっているというわけで、検査ができるわけです。で、ペットにはですね、各種、つまりこれフッ素という各種ですけど、その他に炭素、酸素、あるいは要素も使うことができますけど、こういうふうに各種の多種類の各種が使えますし、その各種を運ぶキャリアですね、がんに取り込む性質のあるもの、これに各種をつけるわけですね。それが薬剤ですけれども、そういう組み合わせが多数考えられますので、ですから、新しい、薬品を開発する多様性や発展性があるということがありますので、まあ、これからの時代、こういったペットの診断がもっと発展するのではないかというふうに思っているところです。まあ、ペット、これですね、グルコース、これがその分子の式なんですけど、いわゆる亀の甲羅ですよね。高校の時に化学で習ったかと思うんですが、まあ、私もこれ全然得意じゃないんですけど、まあ、専門ですので、これだけはよく知っています。これは OH、 酸素のところに F をフッ素を変えて標識をするんですね。このフッ素18自体はサイクロトロンというので作ります。後で少しサイクロトロン説明しますけれども、で、その、サイクロトロンで作ったフッ素を、まあ、ブラックボックスの中でグルコースにつける、そういう作業をしてお薬としてね、患者さんに使うわけです。これはペット MRI、 先ほどはペット CT でしたよね。ペットと CT の組み合わせ、こちらはペットと MRI の組み合わせですね。 MRI と言いますのは、これは放射線を使わずに磁場の中の、まあ、プロトンの信号で画像を撮るわけですけれども、CT、まあ、これが CT の、これ右の肩なんですけれども、ここの肩の断面ですね、これが CT の断面で、ここに、筋肉の腫瘍があるんですけれども、なかなか CT では、見分けづらいと思いますが、MRI ですと、まあ、このようにですね、はっきりとここからここまでが腫瘍だというのが分かると思うんですね。まあ、このように、CT よりも、診断に役立つ MRI ですから、それと、ペットを組み合わせれば、まあ、最強の組み合わせという言い方ができないことはないと思うんですね。ただもちろん、どういう部位の腫瘍に適するかというのはそれぞれ、違いがありますので、ペット CT とペット MRI を使い分けをして、私たちは、病気の診断をしています。放射線について少しお話をさせていただきます。RI ですね、RI、つまり放射性核種で、甲状腺がんの治療をするという話をこれからするわけですが、RY、ラジオアイソトープ、あるいは放射性同位元素というふうに呼びますけれども、不安定なエネルギー状態の原子核が安定化する際に、
放射線を出す。その放射線を医学利用しているのが核医学という分野ですけれども、アルファ線やベータ線という、粒子、こういう放射線はがんの治療に使うことができます。一方で、X 線とかガンマ線というのは診断に使う、そういう、放射線です。放射線の単位について少しだけお話をしますけれども、これもご存知の方が多いと思うんですけれども、放射能というのは放射線を出す能力のことで、その単位は、ベキュレル、キュリというのがあります。それから、体が受ける被曝の線量のことはシーベルトという単位で表されます。この、ベキュレル、キュリ、シーベルト、これみんな人の名前なんですね。それを発見した人の名前なんですけど、おそらくこのキュリーというのが一番有名ではないかと思います。キュリー夫人、まあ、これもちろんご本人の写真ではないんですけれども、キュリー夫人はもちろん電気などでもよく読まれていると思いますけれども、キュリーさんは、1903年に放射能の研究で夫のピエールさんと共にノーベル物理学賞を受賞しています。で、驚くべきことに、3年後に夫を亡くした後、夫と計画していた研究課題の完成に力を注いで、夫の後を継いでパリ大学教授となりました。そして1911年、8年後にはラジウムの抽出をしてノーベル化学賞を取った。物理学賞も取って化学賞も取った。ものすごい、化学者であることはもう誰もが認めると思うんですけれども、これ初めてらしいですね。もちろん初めてというかその後にはいるわけですけれども、でその、マリー・キュリーの娘さんですね、イレーヌさんも、夫とともに人工放射能の発見でノーベル賞を受賞しているということで、親子2代にわたってノーベル賞を取るという非常に傑出した、科学者です。よくご存知のことだと思いますけれども、こういった、先人たちの、努力でですね、放射能は、あるいは放射線は、医学にもなくてはならないものとなっています。レントゲン検査、CT、PET などの診断で、放射線は使われていますし、あるいは、がんの治療にも使われています。検査は、放射線が体を透過していく、そういう性質でというふうに申し上げましたけれども、治療の方は逆に体の中で放射線がエネルギーを全部その場所に与える、つまり、がん細胞にエネルギーを全て与えます。与えればですね、がん細胞を強く障害することができるので、がんの治療になる、そういうメカニズムで治療に使われています。その他、研究室でがんだけではなくてですね、いろんな体の臓器の機能ですとか働き、代謝を見るために、放射線はよく使われています。特にこの RI については、トレーサー、トレーサビリティってことがよく使われますけれども、要するに、追跡することができるんですね。体の中に、ごく微量を入れてもですね、ごく微量でも、正確に検出することができますから、どこにその物質がどう動いていったか、どのぐらいあったかということがよくわかる、そういう性質があって、医学研究にもなくてはならないものとして使われています。それではその放射線とがんの治療のについてですね、お話をします。がんに罹患する確率といいますか、生涯でがんにかかる方も、これは国民病と言われてますけれども、半数の方ががんになることはご存知の通りです。罹患数はこのように増えている、一部増えてないものもありますけれども、死亡数についてもあるがんでは減少傾向もありますけれども、まだ多くのがんは根治することができません。がんの治療には、先ほど岩立先生から話がありましたような手術による治療、それから薬物療法、そして放射線治療、これが三大治療と言われています。最近この免疫療法が非常に発展しまして、4つに分けるということもありますけれども、大きくこの3つに分けた放射線治療の中で
これを2つに分けることができます。体の外から放射線を当てる治療、まあ、外傷者って呼んでますけど、これと、外から当てるのではなくて放射線を出す治療薬を注射したり内服したりして、そして体の内部から放射線で治療する、これ内傷者って、今日のお話の中心がこれ核薬治療 内容療法と言いますが、これがその内容療法というものです。どういう治療かということについて少しお話をいたします。核医学、放射性核種を使う医学が核医学というんですが、ですから核医学治療あるいは RI 内容療法、外から当てるのではなく、体の中に投与してこの RI で治療すると、まあ、そういう方法です。 RI を、経口あるいは、静脈注射をして体の中に入れて、そして主としてアルファ線、ベータ線、体の中でとど、まってそこでがん細胞を強力に障害する、具体的には DNA を切断する、まあ、そういう作用のある放射線ですが、こういうアルファ線、ベータ線を出す、そういう、アイソトープを使います。アルファ線、ベータ線どういう作用があるかというのをこれ示しているんですけど、まあ、繰り返しになりますけれども、強いエネルギーを組織の中で、まあ、ほぼ全てですね、放出する。そしてがん治療に使う。これがアルファ線とベータ線です。体の中でアルファ線は、1ミリの数十分の1しか移動しない。ですから、その1ミリの数十分の1のところで強いエネルギーを全て放出しますから、細胞を大きく障害する、そういう治療になるわけです。ベータ線はそれより少し弱いんですが、それでもがん治療に今実際患者さんに使われています。甲状腺がんに使われていますね。でガンマ線は先ほど申し上げましたように、体を透過して外から検出できますので診断に使ったりするわけです。まあ、その他に、放射線は診断治療に、例えば、陽子線治療あるいは重粒子線治療というありますよね。これも放射線です。この重粒子線というのは、例えば、原子量が、6の、まあ、原子番号が6の炭素ですね、炭素ですとか、あるいは陽子線は1ですね、原子量が1ですが、まあ、こういった、比較的、エネルギーの大きい粒子で治療しますので、このアルファ線と同じぐらいの力があるわけです。まあ、逆に言いますと重粒子線治療と同じぐらいアルファ線というのはがんに対する効力があるということが分かっています。体の内部から治療するときに、ですからがんのところだけに薬を到達させないといけないんですね。そうしないと副作用も大きくなりますから、がんのところだけに行くような薬を作る必要があります。病巣、がんの病巣に集積をさせるという必要があるわけで、まあ、そこが一番のこの治療のポイントになるわけです。まあ、難しい点と言ってもいいかもしれません。簡単に考えて言いますと、こういうメカニズムですね、がんに指向性のある物質、まあ、この矢がそうだと思ってくださって結構なんですが、こういった、標的にがんの標的にちゃんと届くような、こういう矢にですね、ここに RI をつける、治療効果のある RI をつける、アイストップをつけると、この薬剤ががんの病巣に到達する、そこにとどまって、そこで、この RI が出すアルファ線あるいはベータ線でですね、治療する。ですからこれは血管を通して供給しますから、体の中にがんの病巣がいくつあっても、それぞれの病巣にちゃんと到達できるんですね。ですから、多発性と言いますけれども、例えば肺に転移があったり、先ほどのような骨に転移があったりしても、それぞれの病巣に到達する。そして治療する。で、それぞれの病巣で1ミリの何十分の1しか飛ばない、移動しない各種でしたら、そこのがんのところだけをやっつけるわけですよね。その周りにある正常な臓器、
それを障害しないんですね。ですから副作用が少ない、そういう治療が可能なわけです。甲状腺がんの確認薬治療について少しお話をいたしますと、甲状腺がんになぜ要素で治療ができるか、先ほども話がありましたけれども、要素を取り込む性質がある。甲状腺細胞は要素を取り込んでホルモンを作ります。これは先ほどお話があったかと思いますけれども、そういう性質が残っている甲状腺がんが対象になります。そして正常な甲状腺が残っていますと、そこにこの薬がほとんどいってしまいますから、甲状腺を全部切除してから治療する、まあ、これも先ほど話があったかと思います。腫瘍が、どうしても浸潤があったりして取りきれない場合ですとか、あるいは、手術した後で転移が見つかった場合、そういう場合がこの治療の、適用になります。あるいは、甲状腺を全部切除した後で、まあ、腫瘍マーカーが高い、しかしどこに転移があるか画像ではっきりわからない、まあ、そういう場合でも、これは転移に間違いないという確証が得られれば、この治療を行う、そういう治療を行います。具体的にはですね、治療前に、2週間以上前から、食事の中で、飲食物から要素をできる限り減らす必要がありますね。要素を前もってたくさん取り込んじゃうと、治療で、使う保持性要素がもうそこへ入っていかなくなりますから、ですから2週間以上、食事制限を厳しくします。具体的にはわかめとか昆布、あるいはだしですね、昆布だし、そういったものも厳しく制限をして、まあ、そういったところは栄養士さんとお話をしたりするんですが、患者さんにそういうふうに、注意をして治療を行います。でもちろん甲状腺ホルモンの薬ですね、甲状腺全部切除された方は、先ほども話がありましたけど、一生甲状腺の薬を飲んでいますけれども、それを一旦やめてですね、そして治療をするわけです。で、病室に入院をして、そこで、まあ、カプセルになっている要素の薬を飲むわけです。そして入院期間は平均的に4日ぐらいですね。そんなに長くありません。ただしですね、この4日間ですが、入院中は外出できないんですね。体の中に放射能を入れる治療ですので、まあ、外へ出ることはできません。で、面会もできないんですね。ご家族の方が面会に、部屋の中に来るということはできません。しかし私どもの病院では、まあ、テレビ電話がちゃんと各部屋に揃ってまして、ですから、必要な場合にはご家族の方がこのテレビ電話を通して、患者さんとお話をするということができます。この甲状腺がんの確認薬治療ですけど、国内で、アンケート調査をしている結果ですけども、増加をしています。甲状腺がんの放射性要素の治療は増加しています。しかし、それができる病床ベッドの数が決して多くないんですね。減少してきたということがあります。またですから、入院して治療するまでの期間ですね、待機する期間が少し長くなってまして、今で半年近くなっているという統計があります。まあ、そうしますと、治療後の経過もあまり良くないということが分かりますから、ですからこれは、もっと早く治療ができるように、まあ、しなければいけないわけですね。もう一つ、都道府県で格差が大きいということもあります。がん治療は近点化をしよう、まあ、がんの診療に近点化ということが言われてますけれども、RI の治療は、まあ、特殊な治療ですから、完全に近点化する必要があるかどうかは別としても、なかなか都道府県によって差があるということがあります。もう一つですね、国内では治療ができない、そういう治療もあります。まあ、診断まではできたとしてもですね、治療は海外まで行って治療を受けると、まあ、こういう治療もあって、内外の格差があるというのもこの治療、ROI を使った治療の特徴なんですね。やっぱり日本は少しこう放射線に対して、あるいはアイストップに対してなかなか進まない点があって、まあ、理解、まあ、なかなかしづらい面ですとか、あるいは法律がとても厳しいということがあって、
まあ、そういうことで海外に比べて遅れているということもあります。そして福島県立医科大学では新しい病棟ができました。ちょうど1年近く前にオープンしたんですけれども、ここに RI の治療、核薬治療をする病棟が整備されました。この4階にあるんですが、これが部屋の写真なんですけれども、ここで現在も甲状腺がんの放射性ヨウ素治療を行っているところです。このスライドがその患者さんの治療前後の写真ですけども、シンチグラフィーという方法でこの治療の薬の体の中の動きを見ることができるんですね。ここが頭で、この体、これ足なんですけども、この胸のところにこの放射性ヨウ素がですね、たくさん集まっているということが分かると思うんですね。先ほどこの治療はがんのところに薬が集まって、そこで放射線で治療するというふうに話をしましたが、ここのちょうどここの肺の転移が、これ断面ですね、この高さの断面ですが、この結節といいますけれども、肺の転移で、こちら左の肺なんですけど、左の肺のこの結節がこれですけど、このように、治療薬が画像でちゃんとそこへ行ってるということが見える、まあ、そういう利点もあります。そして治療後の写真がこの右側ですけども、治療前にあったこの肺の転移がほとんど見えないぐらい小さくなっています。まあ、このように、それぞれの患者さんによって効果は異なるわけですけれども、放射性ヨウ素が取り込んで、しっかり取り込んで、その、ね、ベータ線ですが、これはそれによって、よく効くということが分かっています。で、最後に、福島県立医大が目指す新しいがん治療について少しお話をさせていただきます。ご覧になった方がいらっしゃるかもしれませんけれども、福島県立医大では、アスタチンという新しい核種を製造しています。ちょうど1年ぐらい前のことですが、これをがんの治療にこれから用いようとしています。サイクロトロンの中でも少し大きめのですね、性能のまあいいサイクロトロンですが、これが装備されまして、これで新しい核種を作って、でがんの治療をしようと、まあ、そういう研究を今まさに始めているところです。目的とするこのアスタチンという核種がちゃんと正確に作れている、でそれ以外の混じり物がないというのをこれは示しているんですけども、この脇にあるこの2つの線はですね、このアスタチンというこの核種が、崩壊してできる、まあ、正常な物質です。これあって当たり前の1種類だけの核種がしっかり作れるということが、確認できています。でもちろん作るところに従事しているスタッフにもちろん被曝がないということも確認をしています。サイクロトロンといいますのは、粒子を加速する装置ですね。磁石、まあ、電磁石がこう2つ対抗しているんですが、その中に粒子を放り込んで、その、まあ、磁石の上の磁石と下の磁石、この間に粒子を放り込むんですが、プラスとマイナスをすごいスピードで変えると、何ですか、こう高校生の物理の時に習ったかもしれませんけれども、電磁力というのがありますよね。磁場を変えると、磁場で磁場の中に、荷電粒子を放り込むと力が発生するってやつですよね。まあ、その力で粒子を超高速まで加速して、それをある核種に当てますと、ある原子核にぶつけると、原子核から、が改変されて核反応を起こして別の核種になる。まあ、ここ難しいですよね。この話あまりしない方がいいかもしれませんけれども、要するに新しい核種を作る装置がサイクロトロン、こういう装置が、
普通の原子剤にはあります。これ性能のいい装置があって、他では作れないような治療用に使う核種が作れるということです。でこれからの核医学治療、まあ、内容療法を目指す方向ですけれども、まあ、今こういったプレシジョンメディシン、精密医療ということが言われています。主に言われているのは、個別化医療ですか、あるいは遺伝子情報をもとにしてそれぞれの患者さんに適した治療薬を使うというふうに、解釈されていますけれども、この核医学治療、放射性核種を使った治療もまさにこの精密医療だと思うんですね。画像でこの治療に使う薬がちゃんとこういうふうに、これ肺の転移ですけれども、転移の場所にあるいは病気の場所に行っているということが画像でちゃんと確かめてですね、そして副作用を起こしそうなところにはあまり行ってないということも事前に確かめて、つまり効果がありそうだということ、それから副作用が少なそうだということ、両方を確かめた上で、治療薬を投与してですね、診断のために使う薬と治療に使う薬が同じ性質、同じようにがんの病巣に行くということ、まあ、そういう物質を選ぶわけですが、そして治療しますから、がんのところだけに薬が行って副作用を起こすような、例えば骨髄とかでそういうところにあまり行かないということを確かめて治療するということができるわけです。甲状腺がんの診断と治療について、そして私ども福島医大がこれから始めようとしている、あるいは研究開発をしようとしている新しい治療についてまとめますと、私どもはその充実した核医薬の施設あるいは設備を生かして県内の甲状腺がんの患者さん、あるいは県外の患者さんも含めて治療していきたいというふうに思っています。そして、私ども福島国際医療科学センターは、アルファ内容療法核医薬治療の新しい治療法の研究開発を今ちょうど行い始めたところです。そういった新しい今診断と治療を組み合わせた、精密医療ですね、新しい治療を開発して、福島の復興、そして、我が国の発展に貢献したいというふうに思って、日夜私どものスタッフが頑張っているところでございます。ご清聴ありがとうございました。甲状腺 のアイソトープ治療等というのは福島県では今まで、白川厚生病院に1棟しかなかったんですけど、1部屋ですね、それが9部屋福島医大にできましたので、かなりそういう意味では利用がしやすくなったかと思います。またいろいろな今素晴らしい治療のお話ししていただいたんですけど、我々が患者様にお話しするときに、先ほどから話している甲状腺のがん、チェルノブイリでも乳頭がんが非常に多くてそれを治療したって言って、福島でも一般的に乳頭がんが多いわけですけど、その乳頭がんの治療の場合は第一選択は手術です。ですから、ましてや代替医療はないっていうのが一般的に説明するところです。ですから手術で治る、かなりの高い頻度で治る疾患ですので、まず手術を受けてくださいというお話をします。ですからそれで、再発をしたり残っているものに対しては放射線の治療が出てくるということがあります。でアイソトープ治療というのが非常によく効くということで、それは甲状腺を取らないとできないということですので、取らないうちにはできない。だから手術をしないで最初からアイソトープで消せないかっていうお気持ちはあるかと思うんですけど、それはできないということであります。まあこういうことで今日いろいろお話をしていただきましたし、先生方今日は内科、そして外科、そしてチェノブイリからの経験と、そして、放射線と、実はもう一人くらい本当は顕微鏡を見る病理の先生とかいればもっとよかったのかもしれませんけど、まあ皆さんもお疲れでしょうと思います。我々なぜこういうことをやってるかというとですね、学会で勉強して専門
それぞれの専門医を作ってるんですけど、専門医は何をするかというと、もちろんここの患者さんのために働くということはもちろんなんですが、社会に貢献するということが望まれています。で、その社会というのはこの地域で、甲状腺を専門としている人間ができることをやるということで、全てはこの学会の専門家のための学会ではあるんですが、少しばかりですけど、そういう部分を今日はさせていただいたということで、いろんな話、これは一般的な話ですので、ここの患者さん、うちの先生は違うこと言ってたんじゃないかっていうのは一般的な話ですので、その中でそれぞれの人に合った選択がありますので、一つだけが正しいってことはありませんから、ただバックグラウンドって背景としてこんな話をが一般的だって話を聞いて、万が一ここの先生とお話しするときには非常に、理解しやすくなるんではないかということで、これだけが全てではないということを知っていただいて、今日はお帰りいただければと思います。最後に先生、何かございますか。まあ、こういうことで我々、この甲状腺外科学会というのは実は皆様には関係ないかもしれないですけど、50年50歳になったんですけど、実は51歳になる途中で、学会が発展的解消して内分泌外科学会という、もともと今もあるんですけど、それと統合して一つのもっと大きな学会になります。でも甲状腺外科をやる人間はそういう中で、これからも続けていくということで、これからの50年を見据えた今日は学会だったんですけど、どうか我々福島でもいろんな意味で、これからも甲状腺外科という中で貢献してまいりますので、どうか見守っていただければと思います。今日はどうもありがとうございました。